きなです。ゆらりです。ひめかです。ゆこです。あぎやです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は新メンバー予想してみた。予想してみた。4月から新メンバーが入るということですね。みんなで予想していきたいと思います。イエーイ。ゆらりの予想を、年齢もわかんないので何もわかんないからね。確かに、どういう子が入ってきてほしい。優しい子。いや、明るくて元気な子。そうだね、すぐ心を開いてるくれる子がいます来た時からおはようって感じ絶対でも最初はね、心開きづらいのはわかるけど。緊張しちゃうよ。うちらはショートカットいないじゃん。初めてそれ思ってた、ずっと。もしかしたらショートカットの子かなとか。アリアも結構髪短いけど。短いこれね。エコはギャルっぽい。あ、あれじゃなんかストリートっぽい。ガーディー。なんかカジュアルっぽくて。韓国っぽい。あ、そう、オルちゃんをやってるので、違う系統が入ってきてくれると、バランスが整うから。うちらキャラ濃すぎ？違う。見た目めっちゃロックなのに内面めっちゃ可愛くて頭いい。ギャップだね。ちょっとギャップ欲しい。じゃあちょっと描いてみる。お、似顔絵。ちょっと先に言っとくけど絵下手です。じゃあこの時間は3分です。よーい、スタート。リアルに描きます。私だってやばい。え、待って、事故なんだけど。5 4 3 2 1。はい、じゃあアリアから。せーの、バン。可愛い、目がキラキラ。可愛い。こんな感じです。似合う。はい、むしろしポイントは巻き髪が似合う子、目がパッチリしてて笑顔が可愛い子。じゃあ続いてお願いします。いや、僕可愛い。で、髪の毛の方が体が長い。こんな感じです。似たしもない。ポイントは前髪が揃ってる子で、ツインテールがゆる巻きで似合うトレンド先取り女子みたいな。じゃあ次、決めた。お願いします。せーの、ドン。え、じゃ混ぜてて落ち着いて、うちらが騒いでも仕切れる子、締めば子が。そう、なるほど。 Thank you みたいな。はい、次、私結構リアルに描こうと思って目に輝きがなくなってしまってだいぶちょっと怖いんですけど、じゃん。見せて見せて。結構リアルに描こうと思ったんですけど怖くなっちゃって。絶対怖い。すごい新メンバーだ。じゃあ次、ゆな。せーの、かわいい。毎回カエルみたいになっちゃったんですけど、ちょっとロックな感じがやって。ここにロックなんて書いてある。髪型はショートカットではあるんですけど、ボブみたいな。目がパッチリしてて、これはパッチリしてないんですけど、赤いリップが似合う子。ちょっとみんな一斉に見してみて。ひめかちゃんからこっちがうまい子で、こっちどうしたのって。以上、新メンバー予想でした。じゃあみんなも楽しみにしててくださいね。そしてゆらり卒業までに絶対に達成したい目標があるので、ちょっと発表したいと思います。 YouTube のチャンネル登録者数が7万人、Instagram のフォロワーが2万人、 Twitter のフォロワーが7000人、 TikTok 5万人の目標を立てました。はい。目標を達成するには皆さんの力が必要です。ピピーズの皆さんにインフルエンサーになってもらって、学校とかでピンクラッティビューチャンネル登録してるか言っていただけるとありがたいです。私たちもね、個人の力も伸ばして全体も伸ばしてって感じで頑張ろう。お願いします。お願いします。お願いします。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。